サナーの大モスクジブラのモスクサダーの墓地本項目ではイエメンのイスラム教について記述する。ムハンマドが存命中にアリーがイスラム教を布教した630年頃に遡る。ジャナドのモスクやサナーの大モスクが建設されたのはこの時期のことであった。ナカンズク山間部に位置するサナーは布教の中心地として栄えることとなる。旧世紀に入ると ザイド派のイマームが支配するようになるが、16世紀には北部がオスマン帝国の支配下に入る。この間、1454年頃宗教学者のザブハニーがコーヒーの引用を初めて一般公開、メッカを中心にコーヒーがイスラム世界に芝叩く間に広がっていく。1918年にオスマン帝国が崩壊すると、 北イエメンはイマームを国王とするイエメン王国が成立。1962年には軍事クーデターが発生し、イエメンアラブ共和国となお改めるものの、追放された国王派との間で内戦が8年間続く。一方南イエメンは1970年に社会主義国会イエメン民主人民共和国が誕生したことで、イデオロギー上の対立から1972年。 および1979年に北イエメンとの紛争が勃発した。冷戦崩壊間際の1990年5月に南北イエメンが統一を果たし、在道派の少数派に属するサーレ派家からアリーアブドラーサーレ派がイエメン共和国初代大統領に就くこととなる。イエメン共和国成立を経てもなお不穏な状況は変わらず2011年に入り、 サーレハ大統領の退陣を求める反政府デモが発生10月26日にはデモ弾圧に抗議すべく女性数百例人が伝統衣装のスカーフやベールを大量に焼却保守的なイスラム教政治が続いているため女性は伝統的に社会的地位が低くこの種の抗議活動は初めて CNN の報道では ベール焼却などの行動は女性への弾圧が増加していることも背景にあるとされ、デモ参加者の証言によると10月のみで女性60人以上が攻撃を受けたという。また2014年1月31日には北部のアムラン州で在土派の反政府民兵と地元の橋ド族とが大規模な軍事衝突を展開60人が死亡した。連邦制が将来導入されるのを受け、 ザイド派が北部で勢力拡大を図ったためとみられる。イエメン人ンは50の55%程度がスンナ派で、シーア派が42%から47%となっている。各州派を見ると、スンナ派が50から55%で、シーア派の内ザイド派が40から45%、ジャーハル邦学派やイスマーイール派正法派が2から5%で、ある。 スンナハ南部及び南西部で強く、ザイド派は北部や北西部に多い。ジャーファル法学派はサナーやマリブといった北部の主要都市にいる。大都市では様々な共同体が混在する。北部の高原地帯のザイド派は数世紀にわたりイエメン北部の政治的、文化的生活を支配してきた。しかし人口のほぼすべてをシャファーイー学派が占める南部が統合。 合流したことにより、在ド派優位だった人口バランスが大きく変化した。それにもかかわらず、在ド派は未だ政府、中んずく軍隊内の旧機エメ面部隊において強い。上述のように少数派を除き、スラム教の聖職者による宗教が原因とされる暴力事件は発生してもいなければ許容されてもいない。しかしながら、サウジアラビア出身のワッハーブ派及びサラフィー派や、 サダム・フセインを支持する反シーア派のイラク人が政府に影響を及ぼしており、政府と主に在ド派の部隊との間の衝突が存在する。公立学校ではイスラム教教育を提供しているが、多宗教の教育は行っていない。ただし、ムスリム市民がイスラム教を教えない、私立学校へ通学することは許されている。イエメンの歴史的背景から学内でのイデオロギー的、 宗教的過激主義を抑えるため、政府は、私立、国立学校で公式に認可されたカリキュラム以外での、いかなる教育過程も認めていない。政府は、無認可の宗教学校が公的な教育要件から、逸脱し、公選的なイデオロギーを促進するのを懸念しているため、4500カ所以上に上る無認可学校を閉鎖し、そこで学ぶ。 外国人学生を国外追放処分に付している。ありがとうございます。